皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、演技が下手なイケメン俳優は誰？という内容です。では、早速見ていきましょう。35位は稲垣吾郎。みんなの意見はこちら。いつも同じような演技ばかりで、あまり上手いとは思わないことが多い。出演しているドラマを見たことがあるが、最後まで見たことがない。34位は香取慎吾。みんなの意見はこちら。この方は、主演ドラマをされたこともあるかと思いますが、全く刺さらなかった記憶があります。演技もセリフも抑揚がないので、見ていて感情移入ができません。上手ではないなと感じます。33位は松本潤。みんなの意見はこちら。芸歴が長い割にいつまでも成長を感じない。本人の実力より松潤ブランドありきの起用のように感じる。性質も個性的で聞きづらい。32位は生田斗真。みんなの意見はこちら。滑舌が悪く演技があまりにもオーバーになるところが下手です。特にシリアスな場面が苦手なようで、いつも半笑いでセリフを言う点がかなりマイナスです。31位は赤楚衛二。みんなの意見はこちら。いつもどの作品でも同じ演技、毎回正義感が強く正論マンだけど、肝心の本人は何もできない口だけって役ばかりで、見ていて疲れてしまいます。30位は草薙剛。みんなの意見はこちら。見た目の弱々しさがいまいち演技に迫力が出ない原因なのかなと感じてしまいます。決して悪いとは言わないのですが、見たいような演技ではないです。29位は竹野内豊。みんなの意見はこちら。演技派で売っているつもりだが、ボソボソセリフを言うだけ、雰囲気で持っているようなもの。代表作や主演作が少ない印象なのもそのせいである。28位は道枝駿佑。みんなの意見はこちら。数々のドラマに出ていますが、周りの人と比べてなんだか不自然だなと思う時があるので、でもこれから経験を積んで演技力が上がっていくんだろうなとも思います。27位はディーン・フジオカ。みんなの意見はこちら。あまり表情のバリエーションがなく、セリフの表現も何の役をやっても同じに聞こえる。演技が嘘っぽく見えて物語に入り込めない。間違いなくイケメンだが、それゆえにどの作品を見ても同じポジション、キャラクターに見えがち。顔が整いすぎて損をしていると思う。鉛があるような発声も気になる。26位は亀梨和也。みんなの意見はこちら。こんなことを言うと非常に申し訳ないのですが、どれも同じ役に見えてなりません。演技をするよりもスポーツキャスター専業になった方がいいと思います。どうしてもカッコつけているイメージが強く、一辺倒の演技にしか見えない。彼の演技を見ていても感情移入できないことが多い気がする。25位は桐谷健太。みんなの意見はこちら。どの作品を見ても桐谷健太を前面に感じる。作品の内容や演技より桐谷健太の存在が強く印象に残る。演技も強くまことい感じがする。別人のような演技を見てみたい。セリフが棒読みに近い。周りに演技派の俳優が揃っていると一人だけ浮いている時がある。もう少し努力して演技を磨いていってもらいたい。24位は向井理。みんなの意見はこちら。もともとがアイドルであり、あまり本格的な演技のトレーニングを行っていない。セリフも棒読みだし、あまり印象に残る作品もない。イケメンだが演技が何か不自然さを感じるし、役によってでき不できの差が大きく、どんな役でもこなせる力量はないように見えます。23位は妻夫木聡。みんなの意見はこちら。多くのドラマで主人公を演じていますが、いつもワンパターンの演技で役柄が全て同じ性格に見えてしまいます。素のままで演じているような感じがしてしまいますね。自分はかっこいいという自意識が前面に出ているような印象を受け、どの役に出ても鼻につく。その役の人物の感情と演技力が追いついていないと思う。22位は山崎育三郎。みんなの意見はこちら。この方は確かに歌がうまく、ミュージカルでは第一人者といっても良い実力を持っていると思うが、歌を抜いたドラマでは特に演技はうまいとは言えない。どのドラマや映画等を見ても山崎育三郎自身としか見れず、その役の人物として感情移入ができない。王子様キャラクターとして見てしまう。ミュージカルは素晴らしいと思う。21位は山田涼介。みんなの意見はこちら。何をやっても山田涼介にしか見えないため、いかに自分をよく見せるかにこだわってそうな気がする。ザ主人公という感じで脇役等が似合わなそうだからイケメンだと思うし、コメディで面白く見させてもらってるファンの一人です。名作にはまだ出会ってない。きっとキムタクみたいに
これからバンバン出てくると期待してる。20位は松田龍平。みんなの意見はこちら。松田優作とその息子、松田龍平、松田翔太の3人の中では、一番個性が薄く、演技も地味なように感じる。ドラマ中になれない私たちでは、新垣結衣との共演で、もっと話題になってもよかったが、いまいちだった。演技の幅が極端に狭い。ただ、松田龍平が台本を読んで、台本通りの動きをしているだけに見えてしまう。もっといろんな背景の役柄の演技に挑戦しないと、評価はされないと思う。19位は、新田真剣佑。みんなの意見はこちら。喜怒哀楽の表現が下手で、どんな役を演じても、無表情な大目役者に見えるからです。これは、父親の千葉真一氏と同じで、残念な遺伝だと思います。彼は怒る演技はとても上手で、無表情の彼はかなり威圧感がある。例えば、僕たちがやりましたの、市橋役の時は迫力があった。だが、怒っている時以外で、表情があまり変わらないと感じる。イケメンで仕事が取れているという印象。18位は、竹内涼真。みんなの意見はこちら。竹内涼真は、大体熱い男の役や、主人公タイプの役しか演じない。彼の見た目もあるかもしれないが、ワンパターンしか演じられないのでは?とも思ってしまう。爽やかな好青年の役が似合いそうな方なのですが、女性関係の噂を耳にして以来、実際は爽やかではない俳優さんに思えてしまい、少し拒絶反応があります。17位は中島健人。みんなの意見はこちら。バラエティで見て、そつがない人なイメージでしたが、そのキャラクターに合った役以外は、あまりハマっていない。見た目の若さに対して、役職のついた配役も、あまりハマっていなかった。私が憑依するタイプが好きということもあると思いますが、イケメンだと思う。まだ名作を出していないこれからの人だから、恋愛ばかりで、あまり名作を見た記憶がない。面白い作品を、これから出してくれると期待してる。16位は二宮和也。みんなの意見はこちら。どの役であっても、同じ雰囲気にしかならないイメージがあるから、不機嫌そうな演技の役が多いけれども、それぞれの役なりの理由を感じられないから、世間的にはうまいと言われてるけど、私には演技がわざとらしく感じるし、ドラマを見てても、二宮和也のところで、引っかかりを感じてしまう。顔もそんなにイケメンじゃないと思う。15位は反町隆史。みんなの意見はこちら。格好いいので、なんとなく見ていますが、セリフの言い方も、わざとらしいし演じてます。って感じにしか見えません。若い時は、それも素敵に見えましたが、年を重ねて、少し見ていて、恥ずかしく感じてしましまいます。存在感や、画面に映る姿は、イケメンではあるけれど、演技はあんまりうまくはないから、ちょっと常に鼻声で、滑舌が悪いような感じがするから。14位は福山雅治。みんなの意見はこちら。滑舌が悪くセリフ回しもうまくなく、動作もいちいちたどたどしいので、演技が全体的に白々しく見える。なんとなく見ていて、間とかテンポが悪くて、居心地が悪くなる。よくモノマネされるだけあって、発声に癖があるので、気になってしまう。年齢より若く見えるのも、芝居の現場では邪魔になっているように思う。13位は、宮沢日生。みんなの意見はこちら。よく見ていますが、ものすごく上手というわけではないように思います。演技力がまだ足りず、いろんな人になりきるのが難しいのかなと思います。ものすごく演技が下手というわけではないけど、いつも平均点よりちょっと下という感じがする。彼である必要がなくて、面白みがない。偽装不倫の時に、失礼ですが、セリフが棒読みだなと思ってしまい、ドラマの内容があまり入ってこなかった。かっこいいので、初めは期待していたが、少し片言な感じで残念だった。12位は山下智久。みんなの意見はこちら。あまり滑舌が良くないので、何を言っているのか、よく聞かないとわからず、聞くに集中してしまって、内容があまり入ってこないことがあります。個人的な意見です。ブザービートの演技があまり上手ではなかったことを覚えています。セリフがわざとっぽく、バスケットボールがうまくない感じがしました。少し前まで、フジテレビでヤマピー祭りをやっていたが、視聴者の意見で、どのドラマを見ても、演技が一緒との指摘が、再放送作品を見て、改めて私も残念ながら同じだと感じました。11位は市川海老蔵。みんなの意見はこちら。現代劇のドラマに出ているのを見て、上手だとは思いましたが、少し演技がオーバーな感じがして、それがちょっと気になりました。迫
力があるのはわかるが、民放のドラマまでしゃしゃり出ないでほしい。下手というか、違和感がある。人間国宝様は、わざわざドラマやテレビに出なくてもと思ってしまう。ずっと昔に見た時の話ですが、これじゃない感がすごかった。歌舞伎界出身で活躍している方もいらっしゃいますが、やはり同じというわけにはいかないのかもしれない。10位は星野源。みんなの意見はこちら。何の役をしても星野源に見えてしまう。表情から伝わる情報が少ないと感じる。パッと目を引く花のようなものを感じない。演じる役を選ぶ人だと思う。彼の本職は歌であり、歌唱力は抜群であると思いますが、ドラマ等には向かないのかなと思います。演技であればやはり俳優にはかなわない印象です。昔も今も自意識が強すぎて、わざとらしい演技になってしまっており、どうしても馴染めない。個性的な俳優になろうとしすぎている気がする。9位は大橋和也。みんなの意見はこちら。なぜかわからないけれども、セリフの一つ一つが嘘くさい感じがして見てて寒くなる。独特な映画とかに出た方がマッチすると思う。まだ俳優と呼んでいいかわからないレベル。本人もどちらかというとバラエティで頑張っている気がする。でもよほど努力しないと俳優としての活躍は難しいだろうなと感じた。演技しているほどの作品に出ていないことと、バラエティ番組に出すぎていてイメージが面白い人という認識がついているため、シリアスキラー役とかハマりそう。8位は田中圭。みんなの意見はこちら。まずイケメン俳優だと思っていません。その上で演技を見ていてなぜか少し恥ずかしくなってしまうような演技だと思います。少しわざとらしく感じてしまします。いろんなドラマや映画に出演しているが、どのドラマも同じように見えてしまう。演技の幅は広くないのかなという印象があります。どのドラマで見てもどんな役柄でも田中圭って感じがしてるので、ドラマや役が面白いけど本人の演技力が高いかどうかとは違うのかなと思います。7位は福士蒼汰。みんなの意見はこちら。セリフが伝わってこない。セリフが棒読みで役によってはハマる時もあるかもしれないが、キャラクターが魅力的に感じられない。よく言われている通り演技が全部同じに見えて見ている物語に入りにくいです。ボソボソした喋り方が原因な気がします。どの役を見ても同じに見えるし、話し方や声に特徴があるので、もう少し器用に扱えたらまた印象が違うと思う。顔もスタイルも良いのでもったいなく感じる。6位は平野紫耀。みんなの意見はこちら。個人的な意見です。顔がイケメンすぎて一般人の役柄に合いにくい。一般人であんなに顔が整った人はいないと思った時、ドラマの配役に合いにくい。どんな作品でもいつも同じ演技に思える。顔は美しいが表情が乏しいからか、クールで透かした役柄ばかりの印象。声がこもっているのも、セリフが聞き取りにくくて疲れる。何に出てても全部が同じに見えてしまって、役の違いがわからないし、演技がワンパターンだから出れる作品は限られるかなと思う。5位は岩田剛典。みんなの意見はこちら。脚本とか配役のせいもあるのかもしれませんが、この人でないとこの役は務まらないと感じさせてくれる演技を見たことがないから、顔はすごく好きで出てるドラマや番組は必ず見てますが、顔がかっこよすぎて表情があまり変わらず感情の変化がわかりづらいです。セリフも棒読みなのも気になります。彼が出演している作品を見ても淡々とした演技であまり感動しなかったためです。シーンによってはもっと感情の起伏を出してもらいたい場面がありましたが、伝わるものがありません。頑張っているとは思うけど、EXILE グループの役者さんは気迫があんまり感じられない。岩ちゃんも個人的には好きだけど俳優としてはと思ってしまう。4位は片寄涼太。みんなの意見はこちら。下手だとは思いませんが、上手だとも言えないのではないのでしょうか。出ている作品もワンパターンな気がします。もっといろんな作品に出演したら変わるかもしれません。毎回演技が同じで上手いように思わないことが多い。カッコつけていても少しイマイチな感じがする。たくさんドラマを拝見しましたが演技に引き込まれたことがありません。コネでキャスティングされているのかと思ってしまう。ヤンキー役しかできないイメージ。表情がない。目にも何も映ってない感じ。セリフも棒読みで人事みたいに聞こえるし、知的な役ができなそう。3位は木村拓哉。みんなの意見はこちら。いろいろなドラマや映画に出ているが、どれも同じような演技だと感じる。どの役も木村拓哉感が抜けず作品に集中できないと感じる。どんな役をやってもその向こうに木村拓哉が透けて見える。かっこよすぎてリアリティが感じられない。セリフ回しもねっちょりして聞こえる。キムタクはプロ意識を持ちすぎていて
かっこよく見せたがりすぎているから、どの役をやっても同じに見えてくる。普段のキャラが濃すぎるのだと思う。なぜ業界でチヤホヤされているのかわからない。面白かったと思うドラマがない。アスナロ白書以外途中で見るのをやめたり、最近ではこの名前が出てるだけでドラマを見ようと思わない。2位は桜井翔。みんなの意見はこちら。どの役を演じていても桜井翔が抜けていないし、セリフは棒読みで笑ってしまうほどです。全くストーリーが入ってこないです。彼の元が強いのか、ドラマなどを見ていてもいまいちその役に入り込めず、桜井翔さんとして見えてしまいます。なのであまり演技が上手ではないのかなと思います。大病院選挙の主人公の役がいまいちだったから、せっかく主人公になったのにもったいない感じがした。キャスターなどの方が向いているから、もともとうまくないけれど、大病院選挙シリーズでは特に下手くそで、一人だけセリフのテンションや表情がおかしすぎて、緊迫感があるシーンでも桜井くんが映ったり喋るとおかしすぎて笑ってしまいました。1位は相葉雅紀。みんなの意見はこちら。雰囲気だけで演じているから、自分を中心にしたストーリーや役でないと厳しい。今さら悪役やコミカルな役もできないため、演技の幅も狭いので、ドラマ貴族探偵は、ストーリーは面白くて見ていたが、相葉くんのセリフが棒読みで、初めてドラマの相葉くんを見たが、ドン引きだった。周りのベテラン俳優陣に助けられたドラマだったと思う。真摯に取り組む姿勢は見えるが、その作品の役としての人物よりも嵐の相葉雅紀という面が強く出る。アイドルとしての人気があるがために出演しているように思う。相葉くんの持ち味なのでいいと思いますが、どんな役でも相葉くんに見える。滑舌や発声も俳優さんっぽくないので、セリフを読んでます感があるし、上達もしていなさそう。イケメン俳優枠では絶対にない気がします。昔三毛猫ホームズで片山を演じていた時に、原作とのあまりの違いに視聴をやめました。原作のイメージを台無しにしていたのが印象深いです。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。